はい、初めて初めて栗のこのたい、そう、この蒸しパン初めましてだから、ちょっと食べれるかどうか今わかんないんですが、そう挑戦チャレンジ、そうチャレンジします。ちょっと待って、手なんか拭くの、拭くやつかなんか消毒あるか、ちょっと待って、ありました。一応ね、一応やった方がいいのでやります。そう、手はね、そうさっきちょっと前、ちょっと前ではない、だいぶ前にお家帰ってきた時洗ったけど、一応ね、はーい、そうバッチリ。さあいただきたいと思います。そう、実店舗での販売が今日から始まりまして、会話しながらいただきます。そう始まりまして、もうそうすでに食べに行ってくださってる方もいらっしゃるし、そうこれから多分食べ行く方もいらっしゃると思うんですけれども、そう結構好評で嬉しいです。うん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 、うんふん、はい。そしてそうショールームの方も1位で、本当に皆さんありがとうございます。嬉しいね、いいスタートを切れたなって思ったんですけれどもね、この流れのまま実店舗もね1位でいけたらいいなっていう気持ちなので、ぜひ皆さんいっぱい食べてくださったら。そういろいろ変わって、ランダムでメンバーのフラッグが立ったり、あと黒ごまがプラスされてたり、あと大学芋がそう食べやすいサイズでカットされてたりとか、そう変わってたり、そう変わりました、したのでぜひぜひお願いします。うんうんうん、予約したってありがとうございます。うん、これから食べ行くって、お、ぜひ楽しんできてください。お持ち帰りはできないんですよ。そう、あいたちもデザートだからできるかなって最初思ってたんだけど、できないです。そう、お持ち帰りはできず、その場でとなってしまいます。うんふん、うんうん、おいしい。そうね、よかった、昨日ね、そういっぱいあやなさんがそうスタッフさんにいっぱい頑張ってくださって、そう無事ね、よかったです。無事そう通ってよかった。うん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 、案外タイミングアウト飛び込みでいけるみたいだね。そうなの、池袋。うん、でもそうだよね、会わなきゃいけないかもしれないので、ぜひ、でも予約した方がそうだよね、確実ではございますよね、はい、池袋。うんふん、うんふん、うんふん、蒸しパンって美味しいよね。
もう一個あります。うんふん。あ、そう、大阪はそう予約いらないんですけれども、そうなんですよ。あ、今食べ行きたい。普通に行けるのかな、わかんない行っていいのかな。行きたい、普通に行きたいです。行っていいのかな、行っていいならもう行きたい、毎日行きたい貢献しまくりたい貢献しまくりたい。うん、栗の蒸しパンです。美味しそうで、ずるい。だっていいでしょ、栗の蒸しパンを食べてます。うんふん。愛ちゃんも予約していく。だって、それは池袋なら池袋ならもちろんみんなと同じですよ、きっと。わかんないけど、あゆも。でもまあそうだよね、予約しないとだから、多分予約はします、行くとなったら。うん、なきのエリちゃんは行きたがってた。エリちゃん今日のレッスンで一緒でした。でもあいのが緊張し、なんか謎に緊張して何も喋れなかったけど、一緒でしたよ。行きたい。ちょっと部違うけど、でデザート部みんなで行けたら楽しそうね。絶対楽しい、デザート部みんなで行ったら。アイちゃんプライベートでも美味しいって食べる。逆に食べないことあります？美味しい言わない、いやだ、なんか一緒にご飯行って美味しい言われないと、まずいのかなって思っちゃうから嫌なんです。絶対嫌だ、言わない人嫌です。言ってほしい、何か。うん、うん、なんかそれが一人、自分一人だけだったらさ、さすがにさ、なんか美味しい美味しい言うてたらなんか変な人になるけどさ、誰かと来てて二人とか二人以上だったら言ってほしい、何かは。あ、口合わなかったんだなって言わ、それを見て思う。そう、ボソッとでもいいから言ってほしい。美味しいみたいなのでもいいから言ってほしい。うん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 ね、言ってほしさはあるよね。わかんない、人それぞれかも。美味しいって言うからご飯連れてってくださいって。あゆ、あゆが覚えるの、え、やだやだって、あゆより絶対大人だからそういう問題愛の中のおごる条件は、おごる、愛の中のおごる条件は、
年上でも、もう別に同い年でも別に、そう、そこは別に関係ないんですけど、後輩の子はもちろん、あとはなんかお誕生日とか、なんかそういうなんかおめでたいことがあったなんか近辺とかが、あとは家族とかですね、おじいちゃんおばあちゃんも含めた家族とかです。すいません。すいません、あゆい年上はちょっと、すいません、年下にはちゃんとおごりますよ、それは。うん、それが後輩じゃなくても、なんか後輩っていうか普通にただただ友達でも、年下ならそれはもちろんですが、絶対に年上だもんより。絶対より年上だから、逆にお願いします。逆にね、一人でもついつい出るときと、あ、でもついつい出るときある、なんか顔に出しちゃうみたいな、一人でなってる、なんか一人のとき、一人でご飯食べて美味しいときさ、声出せないから周りの様子を見ながら、目見開いちゃう、うんって。サンチャイです。だってそれはしょうがない、怒ってあげる、怒ってあげるよ、もうそれはもうしょうがない、3歳なら。でも絶対3歳じゃないもん。絶対3歳じゃないから絶対嫌だ。絶対嫌だって。じゃあ何かね、お誕生日近かったら、でもその前にご飯行くことないかな。うん、きっと、きっとご飯行くことないから、おごることないでしょう、きっと。お誕生日近かったらいいよ、いいよっていう。お誕生日近かったらね、うん。うんって、うん、あゆい年上でもお誕生日近かったらいいよっていう気持ち。はい、食べ終わりました。そしてごちそうさまです。美味しかった、いけました、あゆこの栗いけました、美味しかった。あいちゃんがおごってくれるのは、酢水でも美味しいって言います。じゃあ苦手なものでも美味しいって言ってくれるかな。苦手なものをじゃあ、おごります。やだ、絶対そんなご飯会行きたくない。絶対行きたくない。ああ、悲しい、悲しいのかな、なんかデザート部悲しいコメントがある。ツイッター見るとコロッケ人気みたいです。ここデザート部コロッケの人気を、コロッケの人気を書かないでおくれ、おくれ、ここデザート部なんだ、ここは。でもデザート本当美味しいですよ皆さん。そう、これだけは保証します、本当に美味しい。うん、そう、甘いのが、甘すぎるのが苦手な方にも、そう、あの、なんて言うんですかね、胃もたれせずに食べきれるし、そう、味の保証はもうちゃんとね、デザートが得意な先輩方だったり、いろんなさ、そう、と地域のご飯を食べてきた先輩方だっていらっしゃるから、味の保証はもう絶対にできてるので、はい、大丈夫です。スイーツ部って書かれたのが一番悲しい、それはそう。
デザート部意味ほぼ一緒だけどデザートです。確かにそれは、うん、それはそう、確かに。言われてみたら、デザート一品だからね、何か選べるソースがある。あの予算の都合予算の都合でね、そう、まだ本当はあの試作の時はね、そう、他にも何個か入ってたり、そう、今のとはまた別に何個か入ったりはしてたんですけど、そうなんですよ、大人の事情で。でもそれでもちゃんと美味しいので、そう、それだけは本当に言えます。ちゃんと味の保証はできてるので、はい、安心して食べてください。そう、大丈夫です、ちゃんと、はい、そうそうそう、それだけは本当に言えます。味は保証してます。ちゃんと美味しい。あと、そう、フラッグがランダムなので、あの全メンバー、もちろん推しメンはそうなんですけど、全メンバー7人デザート部いるので、7人のねフラッグを、そう、集めていただけたらなと思いますよね。はい、そう、そうなんですよ、7人、フラッグね、嬉しいよね。お土産ですね、皆さん。お土産です、フラッグ。お土産ですっていう。でも本当にそうなんですよ、この本当にね、そう、11日まで、実店舗が11日までなんですけれども、本当にそう、今回のね、この絶対このチャンス大きいんじゃないかって本当にすごく思っているんですよ、愛は。そう、今回のこのお料理選抜の本当に大きいので、そう、歌番組がもうまずは大きいじゃないですか、そもそもか、カップリングも大きいしさ、そう、歌番組も大きいし、まあちょっとあと、どこまであれなんだろう、発表されてるか分かんないから、ちょっとここまでにしようか。そう、まあ、そう、大きいので、そう、そうですね、やっぱり、そう、このまま実店舗の方も1位をね、そう、1位で行きたいよねっていうところではありますよね。そう、1位獲得して1位でデザート部がカップリングいただけたらやっぱり嬉しいので、そう、本当にね、そうだよね、最後本当に本当に、そう、本当に今回の曲すごく、そう、よしよしって、そうやってるので、あの、いや、本当にもうよろしければ、本当にデザート部よろしくお願いします。はい、そうなんです、歌番組本当池の水が最後かなってぐらい、本当にそうあれなんですよね。そう、池の水で、池の水を抜きたいを歌った時、メロディックスさんが最後かな、なんかああいうテレ東さんとか、みんな AKB みんなで、そう、ほぼほぼみんなで出たとかを抜くと、そう、多分そうなんですよね、池の水を選抜の時だったので、そう、その時も9人ですごく大きなチャンスだったので、そう、今回も7人っていうすごくメンバー少なくて、そういう大きい歌番組ってやっぱ大きいじゃないですかね、やっぱりね、そう、みんなと頑張って、みんなと一緒に掴んでね、やっぱ笑い合いたいなって思うので、はい、よかったらぜひぜひデザート部お願いします。
そうなんですよ。しかもさ、そう、池の水選抜でイベントやった場所も池袋なんですよ、皆さん。そう、そうなの。すごいよね。で今回さ、このお料理選抜の会場、その実店舗の会場が池袋じゃないですか。いやーと思ってそう、そしてあのあゆの昔からファンの方ならご存知の通り、あゆはあの大阪での握手会があのすごくあのある意味思い出深いのである意味思い出深い、あのそう地となっておりますので、なんか今回の今回のそのね、このイベント企画、そうある意味なんか思い出ね、縁があるというか、なんかそんな感じなのかなと思ったので、はい、頑張りたいと思いますある意味思い出。でもさ、本当あれをあのねあれを機に知ってくださった方もいらっしゃるから、そうゆりあちゃんとようかさんのあれでそう知ってくださった方もいるので思い出の地そうだよ、思い出の地だよ、本当に。でもそんな感じで、はい、なのでデザート部料理選抜11日まで皆さん実店舗の方もよろしくお願いします。日曜日までですね、来週の。そうそう、1週間、約1週間ぐらいしかなくて、ちょっと短めではあるんですけれども、はい、よろしくお願いします。そう、短めなので、いけるいけないとか問題は出てくると思うんですけれども、よかったらご予定が合う時あったら、メンバー食べに来るのって、あゆは行きたいんですよ、すごく行きたいんですけど、予定が合う、あれ、そう予定が合う時があったら全然行きたいし、行っていいのかもまだわからないんですけど、行ってもよくて予定が合えば全然行きたいです。もうなんならもう今日も行きたい、そうもう今日も行きたくて初日からも毎日行きたいぐらいのレベルでの、そう気合だけはもう常備してます、はい。他の部のも食べてみたい。うん、デザート部だけでそういうの食べたいの、もちろん一択でございます。もうデザート部しか目に入ってないので、そうなんですよ、予約池袋の方はいるので、皆さんの予約の方法はあゆのインスタのストーリーから、一応あの詳細はこちらのやつで、予約の方法とかが載ってる場所に行けるようにしてあるので、ぜひあの皆さんよろしくお願いしますはい、そんな感じで6時になったのでおしまいにしたいと思います。でも本当になんかみんな、そうデザート部っていうかお料理選抜のことについてのそうメッセージも多くて、そう SNS とかで嬉しいなって思います。はい、ではではランキングを読みたいと思います。13位高秀さん、ありがとうございます。12位スタンフラッシュさん、ありがとうございます。11位そのみーさん、ありがとうございます。10位うとうさん、ありがとうございます。9位としくん、ありがとうございます。8位ザキヤマさん、ありがとうございます。7位つばさほしいさん、ありがとうございます。6位ゆきみつさん、ありがとうございます。5位あやのさん、ありがとうございます。4位プラハタハさん、ありがとうございます。3位ひでさん、ありがとうございます。2位ガクちゃんさん、ありがとうございます。
1位あーちゃんありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。そう、あのデザート部のお料理を食べた方、あのよろしければあのツイッターでハッシュタグデザート部をつけてあの感想を書いてくださったら見に行くので、多分デザート部多分みんな見るかなと思うので、ぜひ送ってください。そちらで感想もお待ちしてます。はい、ではではまた明日も配信やるので見てください。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。